moments are the important moments that connect us. 急な声や。皆さんこんばんは。10月10日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CG FM F 向きの湾の電波をお借りして名古屋にあるダンスターズスタジオから旧名古屋お送りいたします。王子ですね、この食欲の秋ということでね、なんかねよく食べれるようになっちゃったんですね。そうするとねまたねウエイトアップしちゃいそうですね、心配しております。滑り王子マスクマンでございます。はい、最近寒いのか暑いのかよくわからなくてとっても毎日着る服に悩んでしまう味噌煮込みスキーと、いや実はですね一昨日なんですけど岐阜の方に行ってきたんですけども名古屋より寒いですね。お1度か2度低いかなと思ったんですけども、うん、いや寒くてもですねアイスクリームは食べたいなと思ったな。アイスクリームはね夜になるともっと冷えるよね。そうすると ね寒くても食べちゃう、はい、アイスクリームは食べちゃう、はい、ダンサーです。はい、はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマはお店。今夜のテーマはお店です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM 銀の湾で検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM 銀の湾で検索してください。名古屋は栄養コーナーもあります。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃ芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市中田おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海共和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん今すぐ052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。キユナ名古屋。
はい、メールご紹介します。お願いします、はい、お願いします。あらまあ、これはね、初見のちゃんおかさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてメールいただくってことですね。はい、そうですね、うん、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。今日のテーマ、お店。お店といってもジャンルも様々ですが、最近では沖縄の友達がカフェをオープンさせたりで、私の別の友達もコロナ禍が一段落して飲食店をオープンさせたんだけど、その店の宣伝を Facebook でしたんだけど、その内容をシェアしてくださいと書くべきところを慌てていたのか、シャーしてくださいシャーと誤記してしまい、友達以下他の知らない人もみんなシェアせずに、コメント欄に出された食べ物に当たらなければ大丈夫とか、猫のようにやればいいんじゃないですか、や挙句の果てには見せてもらおうか、連邦軍の料理の腕前とやらをと、赤い彗星シャーになってコメントしたりして、みんなして笑っていました。結果的にはシェアじゃなくコメント数が稼いだからよしだね。ではまたいつか、またいつかって言わずにまたまた、あの次もあのメールくださいね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あら、まあこう、まあ、たまにあるよね、はい、うん、あの、シェアって書いたつもりがシャーってなってたっていうね、まあこういうことはよくありますね。あの王子の場合は、はい、こうやってメール読んでても全然違うこと言う場合があるから ね、 おだまりね、あの漢字読めなくて ね、 ね、おだまりということでございますんで、どしどしメールください。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。はい、お願いします。では紹介しますね。はい、旧名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、お店。お店といっても食堂と劇場の2つです。どちらも首里に古くからあるのですが、もうすぐなくなってしまうんです。僕は結婚するまでは首里で生活していました。食堂は、首里の、あやぐ食堂。最近地元新聞に取り上げられてから、週末は30分から1時間待ちの長蛇の列ができています。今月末で閉店するそうです。78年に開業したそうで、今のお店の前は道向かい側にありましたね。開業当時小学生だった僕は社会人になるまでちょくちょくお世話になりました。もう一つは首里大中町にある首里劇場。1950年からある建物ですが、去った10月7日に最後の内覧会があり、行ってみてきました。持ち主の館長さんもすでにお亡くなりになり、中は保存が難しいほど朽ちていました。どちらも子供の頃からある首里の思い出です。しかも現存している思い出が目の前からなくなるのは非常に複雑な心境です。自分が住んでいたふるさとの光景が変わっていくと、ますます自分の住んでいた町じゃなくなっていくような寂しい気持ちになってしまいます、ということです。そうなんですよ。首里劇場もあのいろいろ話題になっていて、まあ、館長さんも亡くなってっていうところも全部ニュースとか新聞とかでは見てるんですけれども、あ、いつかなんか行ってみ、 Google マップでもなんか見たりとかして、うん、いつか行ってみたいなって思ったんですけど、本当にもう取り壊しが決まってしまって、あ、なんか行くってこう名古屋だからすぐには行けないじゃないですか。だから行けないままもうね、閉館というかね、もうなくなってしまうんだなと思って。でもう一つ、あのあやぐ食堂なんですけれどもね、あのダンサーズも私もあやぐ食堂大好きです。うん、で、あの本当に沖縄そばの定食、そば定食を頼むとなぜかお刺身とチキンカツがついてくるんですよ。どっちが主役なんだと思って最初びっくりして、しかも本当にお腹がいっぱいになるんですけど、なんかいつしかそのなんでしょう、メインの他についてくるものが大好きで、刺身とチキンカツとあとマカロニがあるんですけど、メニューによって、あのマカロニがまたなんか懐かしい味でね、美味しいんですよ。ね、で、ね、まあ、行った時にはお腹を空かしていくんですけれども、いや本当に
最後というかね、もう今本当に、ね、残り1ヶ月切ってしまったんで、まあ、連日本当にすごい大にぎわいというか、もう惜しんでみんなさんが行かれてるんですけれども、いや私も行きたかったなと思って、ちょっとね10月中にお邪魔できそうにないんで、あなんかあの、まあ、今年食べたんですけれども、 あの時が食べ納めだったんだなと思うとちょっと悲しいですね。あれいつでしたっけ、1月でしたっけ、1月に自分たちは食べましたけど、ああそうです、うん、6月も行ったんです。6月は食べてなかった、食べてなかったですね、うん、なんかねまさかねその時はなくなるって思ってないですからね、いや行きたかったなと思っています。でもね、本当にまた連日こう皆さん惜しんで行かれているそうで、でまたね、なんかこう取材もたくさん来てて、あの話題にはなってたんですけど、話題になってますけどね、やっぱり、ね、うん、その従業員の高齢化っていうのもあるんですけども、やっぱり一番に大きいのはやっぱり原材料費の高騰、うんうん、まあ、一番がそこだって、ね、なんかそういうところだよっていうのをやってまして、うん、まあ仕方がないとはいえ、やっぱりね、こう食堂ですので、なかなかた、ね、急に値上げするわけにもいかなくて、いろいろ難しいんだなっていうのは思いました。そうです ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、ダンサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さん、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます、ありがとうございます。大好きなお店は新宿駅西口にあるマップカメラが大好きです、うん、こちらは新品の品揃えもすごいのですが、中古の品揃えが半端なく、メーカーごとにフロアが分かれていて、自分はニコンとソニーユーザーなのでフロアを行ったり来たりが大変なんですが、見てるだけでも幸せになりますね。ちなみに今日岐阜のお店で2月に予約した2023年から2024年シーズンモデルのスノボが届きました。もう冬が待ち遠しいです。おー、うん、またここからがね、はい、違うあのご相談というかね、問いかけなんだよね、はいはい。ちなみに王子行きつけのお店は広小路通りにあるって本当ですか？あ、広小路だ、ごめんなさい、女子大だった、女子大もう王子もねずっと 足を踏み入れてないから忘れちゃってますけど、女子大工事にあるって本当ですかっていうことですけど、ですね、まあ、先ほどのねみそちゃんのねメールにもありましたけども、あのお姉様方がいるお店がねどんどん減ってですね、今ホストクラブがなんかいっぱいみたいなんですね、うん、でということで、あの私が行くあの用事もどんどんなくなってますので、はい、うん、まあ、ここ最近そうじゃなくてもね、あの若い方がいらっしゃらないっていう、あのお勤めになられてる方がね、うん、結構あの年齢層が高いあの方が、熟女 の、 あのお姉様方がいらっしゃるって、ね、聞きましたんで、はい、うん、あのなかなかあの、行くチャンスがないんですけども、うん、うん、ね、またあの、シュークリームさんね、あの機会があったらね、女子大工事に行ってください、うん、びっくりすると思うよ。あれ今女子大工事って言うの？あのね、違う名前じゃなかった？あんまり言わないですよね今、うん、今あれあの一応ね境ウォーク街って、あ、ウォーク街っていうの ね、うん、ね書いていただきましたけども、まあ、あの昔から馴染みのある人はみんなね、女子大女子大って言いますんでなんで女子大工事なんでしょう ね、そんなに女子大生いるわけじゃないのに、まあ、ちょっと話せば長くなる内容なんですけども、はいはい、前ね、なんか本当に大学があったって聞きましたよ。あ、へー、そうなんだ、うん、まあそうでしょうね、うん、今はないよね、ねえ、うん、今ね、あのスペースに、うん、だから本当に大昔の話になるかな、という話を聞いたことがあります、ね、はい、ありがとうございます。ギネスさんがね、宮古島の福屋のそば定食には魚フライと小鉢がついてくるよって。ああ、そうです、そう、やっぱりいいですよね、そのフライとかがついてくるパターン。 あとね、一つね、今ね、はい、シューブリングさんのね新しい、ね、スノボーガの写真が、ね、ありましたんで、うん、はい、ちょっとお見せします。なんか素晴らしい、見える？お、見える？冬はじゃあ、うん、ね、また新しいスノボーガで、またこれで滑ってて、あの、ね、お姉ちゃんナンパしちゃうのかな、うん、だからまあ滑れる人はかっこいいですよね。まあ隣の人は普通に滑りますけどね、いつもですよ。え、また違う、ボードなくても滑れるからいいね、うん、またそれ言うまたそれ言う、ね、はい、ありがとうございます。ギネスさんがね、首里劇場は成人映画しかやってなかったなって言ってますけど、じゃあ実はね、最初の頃はそうじゃなくて本当に演劇というかね、なんかやってたそうですけれど、それもまあ新聞を見て知ったんですけれど、
あら、まあ、そういう話聞くとちょっと王子そのなんでその成人映画の方だけ聞くのよ。なんか元気出ちゃう。なんかまたあの王子があのあれなのかなと思ってね。ふざけるなえ、もうそこで出すの内容喋ろうと思ったのにもうやだな、もうちょっとそういうところでハッスルしようかなと思ったんですけどね。お黙り。あー、でギネスさん、あのお店でテーマ、あるレストランが冬眠限定リピーター割って言ってて3割引きになるから週2で通ってるって、うん、あ、いいですね、宮古島冬眠だけが割引かれるっていうね、うん、大事だと思います、うんうん、そういうのは。そうだね、うんうん。でカープボーイさんから、ツイキャスできてます。味噌煮込みすきさん、ダンサーさん、ひげを剃ってもやくみつるさん、皆さんこんばんは。ワン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 、テーマ店、店じゃなくてお店は今の FM 講座に入っているカフェもめちゃくちゃ美味しかったよ。ハワイの、ポキ丼かな、ポキ丼のお店、マグロ漁師がやっていて、あれ上のおかずだけ買ってつまみにして食べたら最高だったって。おお、いやー、うん、FM 講座ね、うん、なんか素敵なカフェになったと聞いているのに一度も行ってないですね、まだね、新しいところになってからまだ行ってないですよ ね、うん、なんかもう写真見てたらすごいおしゃれと思って、いいな行きたいって思ってるんですけど、なかなか講座に行けてないというね。はいはいはい、うん。あーで高保さんが、お店といえばおじいおばあの経営する古風な食堂はなんか落ち着くっていうのは本当にね、あの危うく食堂に通じるところがあるなっていう感じはしますね。あの沖縄大好きさん、こんばん名古屋ってなってます。はい、あと FMJG 新さんもこんばんは、こんばんは。はい、FMJG 新さんは、番組のスポンサーでもあります、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、はい、カープーイさんね、うん、今日はね、あのひげ剃ってないんだよね、王子ね。そう、こっから見てもほんとひげつくつくだけど、うん、あのそこのひげつくつくまで であのやめといてね、うん、なんで、うん、あのいろんなとこまでこう凝視しないで。いや、地獄を見るわよ。そうかもしれない、うん、え、地獄見るのあら、まあ、じゃあもうね、メールいきますよ。はい、お願いします。名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ダンサースタミソさん、王子こんばん、名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄ラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、お店、お店、うん、そうですね、今パッと浮かんだのは和風亭、沖縄の企業三栄で営業している飲食店、和食レストランなので和の料理が中心、ランチメニューにはお昼の花籠御膳もおすすめですということでございます、うん。あのね、三栄和風亭をね、あのググってちょうだいというのが書いてありますので、うん、三栄和風亭、あ、見ますよね、和風亭ね、よく見ますね、うんうん。ちょっとこちらをね、あの検索していただきたいなと思いますね。ですね、はい、うん、和風レストランですね、うんうん、そういうことか、なんか体に良さそうだな、うん、和風レストラン、うん、油ぎしじゃないかもしれないね。ですか、それは。いや、だってさ、なんていうの、今日もね、お昼ね、なんかちょっとした定食屋さんに行ったんですけども、はい、でそこはあのなんていうの、もう出来合いのものがもうこう、うん、テーブルに置いてあって、それを取って自分が食べるっていうね、形式のお店ですけど、はい、だいたい揚げ物が多いんですよね。あのかね、アジフライとかね、コロッケとかね、うん、あと唐揚げ、うん、なんかね、ちょっとね、うん、ちっちゃいサイズにしてもちょっとヘビーっぽいなと思いながら、豚汁の大盛りを頼んでしまった王子でございますけどね。まあまあ、それもハイパーかなっていうね、うん、結構 ねなんかね、ちょっと食べれちゃうんだよね最近。やっぱ食欲の秋なんだ。うん、食欲の秋ですね。まあ今日でもね、久しぶりに、はい、お昼食べましたけどね。あ、そうそう、実は王子、うん、あれなんですよね、お昼ご飯あまり食べない人なんですよね。お昼食べないんですよ、うん。今日はね、皆さんね、こう仕事の仲間の人が、ね、いらっしゃいましたんでね、一緒に食べましょうってことで、うんうん、食べましたけど、別に何も言われなかったら食べなかったですもん。あ、うん、もう1日2食でも大丈夫なんだ。え、1食です、朝食べないですから。すごい、うん、朝食べないんですよ。え、お腹空かないの？あのね、これも不思議なことですよね、こう慣れじゃないですけど、うん、まあ日によってお腹空くんですけど、あんまりね、お腹減らないんですよ。
でその代わり夜はもうあのすごいお腹減るような感じになりますけど、それさ逆にした方がいいんだよね本当はね。そうなんです、全部1日1食で夜食べちゃうと全部身になっちゃうじゃない。そうですね。でね、もっとね、あの遅い時間にまた食べる時がね最近多いもんですから、うんうん、一番良くないパターンなんですね。良くないですね、よくない、うん、一番またねヘビーウェイトになる ね、 ね、そういう食べ方なもんですからね、あまりよろしくないな。よろしくないですね、はい、ありがとうございます。あ、ヤンポさんが和風亭ご飯おかわり自由じゃなかったかなって。ほら、ま、ほらまたそのおかわり自由って聞くと食べちゃうんだからほら ね、 ね、そうよ ね、 ね、そこが我慢できないんだからでしょ。お腹空いてない感じなのに食べちゃうんだよねきっとね。そうなんですよ。ダメじゃない本当に。で食べ出すと食べれちゃうっていう、あ、ね、それがあるんですよね、あ、埼玉の郷さん、はい、王子様、はい、ダンサーズさん、みそさん、こんばんは。こんばんは。青森大好き埼玉ですということで。いいですね、青森大好き。あのお酒を飲みながら、はい、あの食事ができるタイプの方と、うん、そのもう飲み出すとねあんまり食事できないっていう方いらっしゃいますよね、はい、うん、王子は、まあ、最近お酒飲まないんですけど、はい、あの食べて飲んでができちゃう人、うん、はい、うん、あ、じゃあ、うん、とっても体に悪いね、悪いタイプです ね、 ね、悪いタイプですね、うん、だけどね、うん、あの一緒に食べててもあんまり食べないでしょ、あのお酒飲んでる時って。ああ、うん、食べないです ね、 ね、むしろ私の方がご飯系食べてるかも、うん、結構ねあの、いい年になってからね、はい、うん、なかなかあの飲んで食べてができなくなってきてるのかな、 お、うん、おつまみ程度でいいなみたいになっちゃいますんで、うん、でも痩せないね。痩せないんですよどうしてかなそれ、ね、食べない割にはねでしょ、うんうん、だから変な不規則に食べてるから多分ダメなんでしょうね。 あとはね、あのいろんなところ の、 あの筋力が落ちてるんだろうね、うん、あ、うん、ね、だからなかなか維持できないっていう、うん、あ、維持できてるのか、あ、いや維持できないじゃない維持できてるんだ、うん、あのいい体が維持できてるけどいい感じではないよね。そうそう、いい感じが維持できないんだよね。カッポーイさんが尻劇場は僕たちの世代は政治映画だけども、もっと上の世代は、うん、なんだろう、芝居とか見に行くところだったみたいだよね。乙姫劇団だったかな、あの人たちもよくやったって言ってたよっていうことで、やっぱりそういう劇団というかね、劇団、そういう健全な方の劇団、そういうことです、ね、そういうことです、ね、うん、あのスポットライトが、ね、あの当てられて、うんうん、でよくいろんなこの、あの、ちょっとこのお色気のあるダンスをするとかっていう、高保さんが食いつく内容がやはりですねってほらね、だってそう思うじゃん、ね、あ、小勝ちからもしさんがこんばんは、青森からツイキャス見てます、去った5日こう見えて21歳になりましたって。見えないよ、おお見えないよっていうか、小勝ちからもしさんも、ね、実際にお会いしたことがないのでどう見えてあれなんだけど、でも実はねこの番組を本当に最初の頃から、ね、はい、あの応援してくださっているので、はい、あの頃は確か高校生でしたよね。あ、そうですよね、うん、ねえって考えたらそうですね、うん、21歳おめでとうございます。おめでとうございます。ねえ、もう、ね、いつの間にかやらお酒が飲めるお年頃に、ね、あの成人になってるってことは、うん、もうこちらメンバーどん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 こうどうなってるのあ、そうそう、ね、それを言わあえて言わなかったのに、年齢が上がってきてるよね、うん、ね、だからいろ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 こう、じゃあメール言っていいかな。いいよ、はい、ゼニガタ警部さんからです。ありがとうございます。テーマ、お店といえば最近 SNS やテレビのニュースで話題に上がっている私の地元首里にある大衆食堂の店、あやぐ食堂が45年の幕を閉じて今月末閉店するのは大変残念な限りですねということで、うん、やっぱりあやぐ食堂のことがね、うんうんうん、続き読みますね、はい、小学生の頃からあやぐ食堂を知っていた私は学生の頃や社会人になっても利用し、なんといってもあやぐ食堂の良さは家庭的な料理の種類が何よりも多いこと、値段の割にボリュームたっぷりで安いこと、くもじと西町の放送局で取り上げていましたが今月末で閉店するまでの間は週に一度は食べに行って3回は足を運びたいです。今までお世話になっていたお店なので地元出身の私としては地元のために貢献したいですということです。おー、あー、やっぱりね、うんうんうん、もうそこですよね、あやぐ食堂ですよ。まあそうでしょうね、名残惜しいと思えばね、やっぱりね、あの皆さん、ね、行かれる方も食べたい、うん、あのマカロニ食べたい、うん、
ってずっと言ってるんですよね、うん、今月私はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、あらまあ、美奈子さんからですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お三人さんこんにちは。私が最近好きなお店があります。うるま市川崎の冬湯です。もう冬湯って言うんだね、うん、焼き菓子やパンや弁当もありますが、ハンバーガーは 100% 牛肉とステーキを細かく切ってハンバーグにするので厚みがすごい。しかもチーズも黄色の濃厚チーズ。パンも自家製。ホットドッグもウインナーが15センチくらいかな、パンからはみ出してる、うん、チーズポットフライはフライドポテトに濃厚なチーズがたっぷりかかっていて、ポテトやチーズの量がすごい、うん、なので月1回行きますということでございます。あら、これお写真がありますけど、これチーズバーガーですか。うん、ああ、ま、そうですね。またこれもたっぷりチーズでございませんか。わー、すごいとろけてる、ね、これまたね、なんかすごいですね、うん、流れ落ちてますね、うん、そうそう、見ると食べたくなるよね。ね、美味しそう、ね、これ食べるとまた高カロリーってやつだなまたそこに来るのね。あ、埼玉の坊さんが、はい、僕は控えめにご飯食べてからその後はおかずをつまみにして飲みますということで、それいいよね。それですよ、やっぱ控えめにできるところがね。ああ、そこなんだ、うん、あの、うん、こう見てるとね、あの、うん、先に食べちゃうと ね、 ね、結構いっぱいになってるっていうお腹がね、うん。あ、カッボイさんが加藤ちゃんのちょっとだけよの方向にはいかないよって。え、そうなのあら、まあなんか ね、 ね、うん、あのどうしても王子ね、そっち の、 あのイメージが強くてですね、うん、そういう劇場とかって聞くとね、うんうん、あのこう昭和のね、うん、そういうあの、まあお店じゃないですけどね、あの劇場っていうのを ね、 ね、思い浮かべちゃいますんで劇場ですね、うん、あ、ペーターさん、あ、はい、とそこは気づいちゃダメ年月っていう、ああ、これ尾形力持さんのところのリアクションですかね。そういう年齢なんですよ。そういう年齢なんですね。ね、まあでもね、キユ名古屋の番組がこう年月を重ねるということは我々も年月を重ねるということ。考えてみれば4年ですよ。ね、だからね、最初に始めた時から4歳年上になってるんでしょ。はい。だよね。だよね、うん、そうそう、ねえ、本当に、ね、カッポイさんがやばい、この近くから食べ物が欲しい危険が危ない、飯テロになってるって。あ、そうよ、さっきからだってしょ、ね、やっぱりお店っていうとやっぱどうしてもやっぱり食べ物の方が ね、まあ、そうだよね、多いですよね、やっぱりね、うん、そうそうそう、そうなるとね、うん、あのいろんな、ね、食べ物がものがね、あの、はい、頭に思い浮かんじゃうと思うからね、うんうん、ちょっと食べたいなみたいなになりますよね。なりますね。あ、イネスさんがね、お店はね、本島に行くとルビーには必ず一度は行きますって。そう、ルビーまだ行ったことないんですよね。ま、ないですね。ねえ、ルビーの、ね、結構人気ありますよね。軽食の店って言うんですけど、はいはい、全軽食じゃないなんか A ランチでしたっけ、なんか結構な量ですね。で、聞くんですけど行ったことがないんですけど、まだ、うんうんうん、軽食って書いてあるんですよ、軽食の店と。あ、軽食の店なんですか。軽食の店なんですけど、はいはいはい、え、定食じゃなくて軽食なんですか。軽い食そう、いや、私前ちょっと写真で見かけましたけど、全然軽食じゃない感じなんだけど、はい、あの埼玉の郷さんが、はい、王子のトークはハイカロリーですよねって。ああ、うん、そうですね、胃もたれしますね。ハイカロリー？ハイカロリーです。ハイカロリーってもう胃もたれですよ。胃もたれ。油っこいというか。ああ、今ね、ちょっと思い出しましたね。はい、うん、あの王子ね、もともとは、はい、そのハイカロリーですね、あの、はい、いろんなものに天かす入れたりとか、はい、マヨネーズかけたりとか、うん、油ぎっしり好きだったんですけど、はい、やっぱりね、さっきの話じゃないですけど、はい、ね、年齢とともに、うん、ちょっとくどくなるなって思いました、まあ、確かにね、ようやくわかりました、ね、本当にそうです、ね、あ、山中智文さんです、はい、税理士、あ、はい、滑り税理士の山中さんです、ね、滑り税理士って書いてない、税理士としか書いてないから、はい、ダンサーさん、みそにさん、王子、こんばんは、こんばんは、こんばんは、今家の最寄り駅で降りてラーメン屋を物色しているところです。キョロキョロって、あのさ、ね、はい、山中さんと、でもね、山中さんこの時間から食べるのラーメン、うん、多分もう飲んであれじゃないのかな、うん、あ、うん、そうするとかなり、うん、ハイカロリーになりますよ、うん、
ね、だいたいそういうパターン多いじゃないですか。ね、一杯飲んで、はい、でまあ、まあ、飲んでとは書いてないけど、ね、いやないけど、うん、王子そう思っちゃうな。絶対そのパターンだろうなと思って、うん、まあ、でもこの時間からのラーメンはやっぱりね、うん、身になりますよね。身になりますよ。身になりますよね、うん、あ、カープーさんがルビーはあそこ軽食じゃないよって。そうそうそう。ランチで十分だろう。ランチ 何かと 6問ならもう持ち帰り前提で行かないと。ああ、そういうことね。もう量が多いから持ち帰り前提で行かないと、はいはい、うん、じゃあもうあれ、あの自分でこの持ち帰りのパック持っていくとかそんな感じ。あ、はい、用意してくれますよ、うん、ああ、うん、沖縄はね、なんかね、ちゃんとねお持ち帰りのね容器をね、うん、用意してくれますよ。用意してくれるんですよ、うんうんうん、割と持ち帰ってねこう、うん、食べたりとか。そう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 。じゃあまたあの次の日まで食べれちゃうっていう。いい、まあ、あんまりねその次の日まで置いとくのはお店としては良くないとは思うんですけど、まあね、でもね、うん、ちょっとお家で食べる。だってそれで食べて、お店で食べて、うん、お家持って帰ってすぐに食べろって言ってもなかなか食べれないかもしれないですよね。ちょっと時間置かないと。だからあの、うん、あのお昼だったら夕食にしちゃうとか、ね、そのパターンはいいです ね、 ね、うん、あの、うん、あやぐ、先ほどのあやぐ食堂でも、うんうん、よく見ました、うん、おパックを見ました。いや結局持ち帰る間もなく全部食べましたけどね我々は、うん、あ、ヤンポさん、うん、一番やばかったお店は国神にあった、今はないけどハットバ食堂でした。あ、みんなギブアップしてテイクアウトしたしていた。行きました行きました。ハトバ食堂といえばこの味噌煮込み好きですよ。何でしたっけ、カツ丼でしたっけ。カツ丼ですね。ヤンポさん、ハトバ食堂の普通盛りのカツ丼、この味噌煮込み好き、一人で完食しました。一人じゃないよ、ダンサーズとシェアしたよ。いや、ほぼ完食です。いやで、ダンサーズ焼きそばとシェアしたから。いや、あれはすごかったですよ。いや、すごかった。あれね、うん、お昼に食べたんですけど、うん、夜になってもお腹空かなかったですね。あれはすごかった、本当。でも、でなんか頼んで、なんかこう似合って笑われるんですよね。そうそう、なんだろうね、なんでしょうね、うん、なんか挑戦状を叩きつけられて、それにを制覇したらっていう、なんか これだけ出したからやってみろというような感じでしたよ。でも食べ終わって、ね、うん、こう完食したらまたにっこりされてますよね。にっこりして、ね、あ、そう、まあ、やっぱりね、あれですよね、うん、ね、うちの店のとんかつ全部食ってみろっていう感じだったんでしょう ね、 本当に、やっぱり一緒にっていうか同じぐらいのタイミングで来た、ご夫婦がいらっしゃったんですけど、うんうんうん、はい、もう速攻でパックに詰めてましたから、ね、いや自分たちもあパックあるからお持ち帰りしようかって言ったんですけど、うんうんうん、だんだん食べてるうちに持って帰るほどの量じゃないねってなって、うん、じゃあ食べようか。それを食べちゃうのもすごいんですけど。で食べました。いやー、すごい量でした。でもね、残念ながらハトバ食堂もね、なくなってしまって、うんうん、ねー、なんだろうね、こうやってお話聞いてると個性あるお店がどんどんなくなっちゃう、ね、あ、そのカーボーイさんが言ってたこのね、言ってるあのラジオ沖縄の近くのハブ食堂も評判だったってね、すごい一回行ってみたいって思ったんですけど、結局ね、お店がね、うんうん、お店の先なくなってしまったんですね、うん、自分で行く前に、はい、ね、うん、あ、うん、埼玉のゴーさん、ラーメンはすする食べ物だからゼロカロリーですよねって。あー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 じゃないよ。いや、ゼロカロリーじゃないから。あーあーじゃないの。高坊さんが黒ブラックウーロン茶で油滑りを流しましょうって。ああ、でもそうやって言うけど本当にあれ、うん、でもたくさん飲まなきゃダメなんじゃないの、違うの、ちょっとだけだったら。あ、でも一時流行りましたよね、うん、黒ウーロン茶、うん、すごく流行りましたよ ね。でもあれね、あ、もう時間ですね、うん、CM の時間だと思うんですけど、あ、いいですか、大丈夫ですか、うん、いいですよ、ギネスさんが学生の時はほぼ C ランチ、はい、あ、これルビーの話ね、はいはい、社会人になったら今は A ランチ、うん、昔からルビーのスープが好きなのよって。あ、ルビーのスープ、うんうん、飲んでみたい。そう、一度もまだ行ったことがないんで。また全部飲み干そうとしてるでしょ。そう、まだ行ったことないんですよ ね、うん、ルビーってあれですよね、宜野湾とあっちのどこでしたっけ、なんか2店舗くらいありますよね、那覇にありますよ ね、うん、うん、
はいはい、では一旦 CM で、CM の後は名古屋は栄養コーナーいきますか。はい、はい、では CM です。キウナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円で、なんと 1.5kg まで持って帰れますよ。さあ、八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢や。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢やは、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 キウナ名古屋。名古屋は栄養コーナーです。今日伸ばしたね。伸ばした、うん、いやそんなにすごい伸ばすつもりはなかったんだけど、うんうんうん、ということで、はい、お店、うん、おすすめのお店なんかありますか？でもね、お店ってなるとやっぱりね、この、うん、この名古屋名物のお店になっちゃいますよね、はい、うん、また時間があればちょっと違う話もしますけども、うん、やっぱりね、こう名古屋人であってもこう手羽先、ね、食べたくなるんですよね。あ、手羽先食べますよ、うん、でね、結構ね続けて食べてもいいかなって思うぐらいなんですけど、うんうん、ふっと思い立ったらね、うんうん、やっぱり手羽先と、うん、スガキヤラーメン食べたくなりますね。手羽先はどこのお店が好きですか？あのね、王子はですね、うん、フーライボーのが好きかな。ああ、そう、うん、そう、山ちゃんとフーライボーって、うん、意外と分かれるんですよ。分かれるよね、山ちゃん派とフーライボー派ね、うんうん、だからもともとはフーライボーが先ですからね、うん、やっぱりそうなるのかな、うん、そうだ、山ちゃんの社長が、うん、フーライボーの社長にお願いして、うんうん、同じようにやるからあ、うん、そうなんですね、やっぱりそうなんだ。やっぱりこう、ね、名古屋のこう発展のために、うん、ね、フラムの社長も、うん、どうぞ頑張ってやってねみたいなね、うん、そう、実はその山ちゃん行ったの本当にそれこそ20代というかもう20代前半、本当に成人してちょっとしてからなんですけど、うん、そう、それこそ王子の好きな女子大工事店っていう店があって、はい、本当にその頃の山ちゃんってそこともう一店舗ぐらい、本店とそこぐらいかな、もうとにかく2店舗か3店舗しかなかったんですよ、うんうんうん、なんかこんなに全国で広がるなんていうのは思ってなくて、うん、本当に小さなお店で、まあ、決してまあお世辞にも綺麗ではない佇まいのお店だったんですね、うんうん、そこに初めて山ちゃん行きました。
確かに自分も一番初めにいたのはやっぱりフーライボー、うん、やっぱりフーライボーの方がお店がたくさんあったんで、 そうですね、その頃は、うん、行ったんですけど、その山ちゃんはその本当にまだまだ本当にちっちゃい店の時に行って、うん、なんか今みたいなあんなね本当に華やかな感じではなかったですね。だからやっぱりね、その今の女子大の話ですけども、はい、当時行ってたのね、もっとその10年ぐらい前かな、うん、行った時はやっぱりね、風来坊でしたもん、ね、で山ちゃんってあんまり聞かなかったんですよね。 FMJG の新一さんが、うん、この両店の手羽先の違いは何でしょうという、でもね基本的には、うん、多分似てるっていうかそのベースになるとか多分ね、うん、一緒だと思うんですよね。まあ、味付けは違いますよ。うん、ね、そのタレの感じですね。私のイメージはやっぱり風来坊の方がこうスパイシーで、まあ割とこうなんて言うんでしょうね、もうそのスパイスを楽しむ感じの手羽先っていうイメージですね。うんうんうん、皆さんそこを多分感じることができるんだろうね。何王子の場合は全て辛くするから全部一緒の味が、うん、あだって自分もや自分やるでもね、山ちゃんのやつ勝手に味付け変えるもんね、うん、大辛を特辛ぐらいにしちゃいますから ね、 、うん、ね山ちゃんの手羽先の方がもうちょっとだけ身があるようなイメージ、ね、まあいろいろ多分進化はしてると思うんです ね、両者独自のねまたね、うん、味付けがあったりとか、うん、そのボリュームだったりとかはね、うん、でも今ねお気に入りの手羽先屋はね、はい、鳥海です。鳥海、うん、名古屋コーチン手羽先なんですけど、おうおう鳥海もいいですよ、うん、身がね、うん、分厚いというか、はい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 、手羽先ってあんまり身がないイメージじゃないですか。身があるんですよ、肉厚があるというか、うん、まあ、そうするとあれですね、ジューシーな感じですよね。ジューシー、ね、そうそうそう、まさにそれです、ですよね、うん、ですね。で今ですね、ヤンボさん、味噌煮さんは味噌煮が好きなのでありますね、はい、もちろんです。で味噌煮込みうどんなんですけども、うんうん、はい、皆さん有名な味噌煮込みうどんありますよね、うんうん、山本屋、うん、だけど山本屋って実は2店舗じゃないわ、会社が違うそれぞれあるんですよね、はい、山本屋と山本屋総本店、うんうんうん、総本家総本店、うん、なんかあります、うん、ありますね、うん、があるんですよね、うん、で違うんですよね、うん、会社が、うんうんうん、なのでどっちも山本屋っていう風になっちゃうんですけども、実はですねこの味噌煮込みうどん、うん、これね一部の方しか知らない情報なんですけども、なんと、うん、味噌煮込みうどんで有名な山本屋両方とも言えるんですけども、はい、味噌抜きの煮込みうどんがありますそう、味噌抜き、味噌抜きです。つまり酢うどん、味噌煮込みうどんじゃないの、うん、味噌煮込みじゃない、ただの煮込みうどんだ、味噌が入ってないの。おー、ということは、うん、味噌煮込みうどんに使われるうどんを使って酢うどんってことですね、うん、そうそう、硬いうどん、あそうそう、あ、もちろん土鍋には入ってる、ね、そういうことですよね、うん、だからイメージですね、土鍋に入ってるイメージなんですけども、うんうんうん、味噌なし、うん、はい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 、というのがあるんです、うん、これね、あまり知られてないです。そうですね、実を言うと、うん、当時も知らなかったね。だからね、うん、それよく、ね、そういう話をするとちょっと間違えるかもしれないですけども、はい、鍋焼きうどんってあるじゃないですか、はい、鍋焼きうどんはうどんが普通のうどんですから、柔らかいうどんですから、はい、うん、味噌煮込みとその今の、酢うどんとはまた違いますもんね、うんうん、違いますね、麺が違いますので、うんうん、その硬さをね、ちょっと、ね、うん、味わっていただきたいなと思いますけどね、はい、うん、あ、岐阜の9人のバーバーさんが、はい、私は時々山ちゃんの手羽先をレシピを見て作ってます。あ、お家でね、いいですよね、そうするとね、こうお気に入りのこう手羽でできてね、そうですね、いいですね、うん、山中さんが風来坊を初めて知りました、調べたら東京の品川にお店あるみたいですねって。あ、東京にありますよね、うんうん、あ、うん、はぁ、お腹空いたって、まだラーメン屋さんに入ってない。じゃあね、ラーメン食べた後に品川に移動されて、品川まで行かなきゃいけない。今山中さんどこにいらっしゃるか分かんないですけど、また品川で飲んじゃうじゃないかな大変、帰れないよお家に、うん、ねえ、ね、その岐阜の九人のばあばさんが、初めて味噌煮込みうどん食べた時、麺が硬くて正直作り方間違えて鼻まで出されたかと思いましたってね、はい、うん、私も正直ね、山本屋さんの味噌煮込みうどん、うん、いきなり出てきて食べるっていうことはしないんですね、うん、自分も、うんうん、ちょっと蓋をして、でしばらく1分ぐらい置いときますね、うん、そのままに、うん、そうするとちょっとね柔らかくなって、はいはいはい、うん、
そっちの方が食べやすいかなと思っております、うんうん、そうですね、あの麺の硬さはもう本当に人それぞれで ね、はい、ね、うん、名古屋の方もちょっとこうね、うん、時間を置いてからとかね、まあ、王子のようにもうすぐ来たら食べるみたいなね、うんうん、ということで、はい、結局なんか手羽先と味噌煮込みうどんの話で終わっちゃった、うん、ということで、ね、名古屋は栄養お店でした。いい、はい、キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。はい、こんばんは、岐阜の9人のバーバさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。コロナ禍になり、いろんなお店が閉店したいと思います。寂しいですね。新規オープンしたお店とかもあるのですが、そこは行ってみたいですね。夫は、仕事リタイアしたら沖縄でジャズ喫茶を開くのが夢みたいです。LP レコードを、4000枚以上、 CD も1000枚以上集めていますよ。おお、すごいじゃないですか。すごい。ジャズ以外にもフォークソングなども好きで集めています、うん、いいですね、どうか夢が叶いますように。あ、いいですね、こういうね、お気持ちがあるね、旦那さんならね、お店開くんじゃないかな、ねえ、うんうん、すごいですね、うん、レコード CD の数、うんうん、そう、レコード4000枚以上ですよ。あ、すごい、うん、すごいです ね、 ねえ、そのうちあれじゃないですかね、はい、旦那さんがその自分のジャズ喫茶で歌歌っちゃうんじゃないかなって思う。お引き取りください。あ、またそれはまた違う。はい、ありがとうございます。名越マナーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。内地は寒いみたいですね。沖縄はまだまだ暑いですが、朝晩は少しだけ涼しいかな。今日のテーマ、私はお店を持っていますが、水曜は、名古屋からリスナーさんがやってきます。そしてその日はまた何十年ぶりにまだ会ったことのない方が見えます。昔の私の小説の挿絵を描いてくれた漫画家さんなんですが、なんと SNS でつながり名古屋まで来るみたいです。おお、すごい、すごい縁ですね。土曜日は久しぶりに福田康之さんが、このミュージシャンの方ですね、が来てくださり、なんかお店をやってるといろんな人との出会いと再会があって楽しいです。これからも神奈川の友人、ご友人夫妻やいろいろ年内お店に来てくれます。それも楽しみです。番組の皆様ともお店で会える時もあり、いつも楽しいです。ありがとうございます、ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう定期的に島田さんのね、行きたいですよね。島田さんのお店にも、ねね、お邪魔して、うん、この前 ね、 ね、新しくね、新店舗オープン、はい、移転オープンして、ね、そうですね、新しくなりましたから、はい、ね、はい、いいですね、うん、いいですね、はい、うん、いや、名越マナーさんのお店も、うん、まあ前菜が美味しいんですよ。そうなんですよね、うん、で、もうまずこのお通しというか、お通しっても3品あって、うんうん、こう名古屋のお通し1品だけですけど、うん、3品出てくるんですよ。もう、はいはい、それだけで大満足なんですよ、うんうん、はいはい、本当にお通しが美味しくて、うん、いや、また行きたい、行きたいですね、はい、行きたいし、食べたいし、ねえ、飲みたいし、うん、飲みたいし、飲みたいしね、カープボーイさんが、はい、チーズバーガーのチーズ好きとか、何、味噌煮込みうどんの、あ、チーズ抜きかな、味噌煮込みうどんの味噌抜きって意味がよくわからないって、うん、確かにね、味噌に煮込みうどんっていう風にオーダーしていただくんですよね、うん、そうすると味噌なしになります、うん、はいはいはい、うーん、はい、ね、でもなかなか食べてる人見たことないですけど、なんか月1回出るか出ないか、月1回ってすごいレア、なんかレアキャラみたいなぐらいの勢いですね。あ、ギネスさんが、那覇バスターミナル裏の鶏玉はご飯おかわり自由だった、大学生らしきお兄さんが4杯くらいおかわりしてたって、4杯でもお店もこう応じてくれる寛大ですね。すごいです ね、 ね、おかわり自由って言うとね、する人いっぱいいるんだから、うん、
ね、あ、ね、ルビー宜野湾店、宜野湾にもあります。バス停だと内止まり、はい、下車すぐですって、はい、あ、 ありますね、うん、で、あとの高橋さん、決してあってはならない喜怒名古屋の王子抜き、あるんじゃないですか。あ、前ありましたよね。ありましたよね。よく、はい、カーフ下げられてね、はい、うん、王子抜きになってることあるよね。あるある、ね、うん、ずっと喋ってんだけど入ってなかったってこと よくあるよ。そうよくある。ちょっとなんか怒ってる怒ってる、よくあるよって、うん、全然気づかないかったもん。特にですね、女性ゲストの時が多いですね、そういうところは。だよね、はい、だよね、はい、はい、もうメールいきますよ。はい、お願いします。ヤンポーさんからです。はい、ありがとうございます。ダンサーさん、みそにさん、滑り滑り滑りすぎて起き上がれなくなった噂の王子、こんばんは。ツルツルですな。いやいや、一応起きてますけど。はい、してお店といえば、俺には思い出深いお店があります、はい、しかし、はい、1年前に閉店してしまいました。ただ閉店した時のお店の名前と俺の知っている頃のお店の名前が違います。閉店した時は軽食 A でした。でも僕らが高校時代に行っていた時は場所も俺ら高校近くにありパーラー A という名前でした。あ、 A って聞いたことありますね。うん、でこの名前は、うん、はい、このお店に関してはラジオ沖縄でも取り上げられ、閉店前に多くのリスナーさんたちが軽食 A を訪れたと思われます。閉店は、価格高騰と親父さんたちの年齢が関係しています。俺らが高校時代に親父さんたちは50代だったと思います。あれから30年経っているかなと、現在は80代になっているかと。そうですよね。本当にお店の閉店の時は残念でありませんでした、ということでございます。そうだよね、名残惜しくなっちゃうよ ね。でもそうですよね、30年経ったら50代の方は80歳代ですからね、やっぱり体力もね。そうなんだよね、本当にね、80で本当にお店やられてる方って本当少ないと思いますよ。我ら50代で減った人ですからね。もうだいたい耳は聞こえない、目見えないみたいな、ね、手は触れちゃって本当にどうしようみたいな。手触れるのはまずいんじゃないかな、まだ。だからまだ早くない。だからいろいろそういう症状が出る場合があるじゃないですか。まあ、でも分かりますね、確かに ね、目は見づらいのは否定できないですね。でもやっぱりあれじゃないですか、このご厨房でね、こう立ち仕事をずっとね、朝から晩までっていうのはなかなか辛いかもしれないです ね、うん、あ、ペーターさんが王子抜き卵抜きって。いや、これは卵は抜いてもいいかもしれないけどね。そう、滑り卵の時あったよね、うん、前ね。ありますよ。だって普通にだよ、うん、あれメールだったのかな、うんうん、あー、カープボーイさんがね、うん、閉店ってなったら行列できる現象ってあれどういう心理なのかなって。そうだよね。まあでもあれ思うんですけど、やっぱりいつでもあると思うとちょっと行かないところってありますよね。そうそう、まあ人間の心理的なものですよ ね、いつでもあると思い込んでね、今度行こうぐらいにしか思ってないけど、うん、やっぱりね、あれ大阪でありましたよね、うん、あの食べ物屋さんじゃないですけど、うん、あのね、ずっと10年20年、うん、10年以上、うん、閉店セールやってた。あ、ありますね、閉店するする詐欺ね。閉店するするする詐欺だから10年やってたって、うん、ありましたね。うん、あ、こう高保さんも同じことをやってますね。廃線になるとか閉店になるとかの情報が出ると、今まで行かなかったっていう、行かなかっただろうって人がどっと押し寄せる、最初から行けばいいのにっていうことですよね。そうです、そうです、うん、だからよくあのいろんなね、あの王子の好きなね、あの、通信販売なんかでもありますけども、うん、はい、あの限定商品とかってあるじゃないですか、はい、うん、ね、あの限定何個とかさ、うん、そういうのになると、なんかこう心理的なものがあって、でそれこそ本当に閉店しますとなると、うん、もう行かなきゃとかね、買わなきゃみたいな、はい、ということで、あ、ヤスさん、さやか、ヤスさやかさん、コミュニシャル推し、ようやく聞けました。閉店するのにしないセールあるあるって、 あ、はい、ありますね、ね、ということで、はい、エンディングです。はい、来週のテーマは忘れ物。来週のテーマは忘れ物です。飛行機の機内で忘れ物した、とんでもない忘れ物を見た、なのだの忘れ物エピソードを寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中、
名古屋熱田トリプル8、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいました。ありがとうございました。ありがとうございます。11月17日金曜日は、キウナゴボウということで、お機会がありますので、はい、ありがとうございます。またどしどし参加してください。はい、はい、ということで、はい、また来週も聞いてね。閉店。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。来週のテーマは忘れ物です。うん、はい、はい、うん、そしてあの急なごぼう、はい、後ろの QR コードから、はい、うん、あ、そうそう、 QR コードからもう申し込み、うん、そこですね、うん、はい、ここからのお申し込みができますので、できます。はい、あ、これだね、はい、これで、それです、うん、はい、はい、ということで、はい、また来週です。はい、来週も聞いてください。ありがとうございます。ありがとうございました。